ポイントを探す。イカが回遊しそうなポイント、いつきそうなポイント。ちょっと待って、いっぱいいた。積み跡がやばいんすよ。やばない。はい、来ました。やりやした。はい、来ました。でかいね。でかくない？普通に。はい、皆さんこんにちは、リルレのお時間でございます。よし、今日はね、ソロ聴講ということで長崎県の離島の方にやってまいりました。もちろんね、ヘギング聴講です。海が綺麗ですよ皆さん。いや、いいですね。最近ですね、ちょっとなんか負のループって分かりますかね。こう悪いことが積み重なってる感じ、最近ちょっとね、続いて負の連鎖がすごいのよ。なんでね、今日はね、ちょっとね、いつもと違うことやってみようと思って。もちろんね、エギング聴講ですよ。エギングやるんだけども、行ったことないところ、やったことないこととか、やってみると負のループから抜け出せるんじゃないかと思っておりまして、今日一人ですが、リルレの聴講をぜひ皆さんご視聴くださいませ。もしかしたらなんか起きるかもしれない撮影中、それならもうモザイクだから。ではではでは、ラジオ。はい、こちらアオリキューのね、 3D 今季めちゃめちゃ推してるエギですね。 2.5 号ですね。ダイバーサインでこれで抱きの間を作るっていう。しかも飛ぶ、ちゃんと風やっても。もうランガンやからね、めちゃめちゃ回ることになると思います。それはもう自分の負を脱するためなんで。イメージしたポイントにまずイカがいるかどうかっていうところですもんね。もうそれが本当一番大事。こう初めてのポイントなんて、イカがいなかったら釣れないからね。がっつりワンド、こんな感じ。水深1メートルないぐらい入れるわ。もうこれ入っちゃおうかな、もう除霊しちゃおうかな。で、皆さんエギングの楽しみ方っていろいろあると思うんですけど、僕ね、エギングの楽しみ方の一つとしてポイントを探す、これがめちゃめちゃ楽しいんですよ。 Google マップを見て、イカが回遊しそうなポイント、いつきそうなポイントを探して、そこにイカがいたらもうテンション上がる、釣れたらなおテンション上がる。ポイントの見つけ方ですね。ここはね、外洋に面したバンド、はい、いつきですね。だからこういう潮が溜まるポイントとか、こうワンドになってるところって結構比較的にいるんですよ、新子のイカとか。まあ、中にはね、大きい個体も入ってきてたりするんですけど、言うてね、イカだって生き物ですから、ご飯を食べる時間とかさ、そう、泳ぎたい時間とか、休憩する時間とかさ、あると思います。今もう完全に潮止まってますもんね。潮が動かない時とかはね、あのスロータイプとか、2.5 号とか有効的なイメージがあります。投げてみようか。じゃあスロータイプ、スロータイプ 3.5 号やけど、ケムラ、うー、ギラギラしてる。ちょっと待って、イカいた。いるのよ、やっぱり。めちゃめちゃ見てますよ。超気にしてるじゃん。見える？あの黒いの見えるかな。あれ、あ、どこ行った。いや、移動しよう、マジで。ちょっと遊びすぎてる。はい、ポイント到着しました。ちょっとね、釣り人が一人いらっしゃるんで、小声でやっていきたいと思います。爪痕がやばいんすよ。やばない？真っ黒なんやけど、やばない？潮はね、左の方に流れてるんですよね。これ多分払い出したらめちゃめちゃ強いんだろうけどね。これ払い出すんかな。払い出せばめちゃめちゃ強い。ユーマグロから勝負だよね、ここ。はい、ポイントをね、ここに絞ります。ユーマ詰めをここで打ち込みたいと思います。ちょっとね、乱眼しようと思ったんですけど、このね、離島ね、広いのよ、でかいのよ、島が。うっ、重か。イカやったね。イカですね。すいません、サイズはないですね。おうちパクちゃんでしたね。あー、しんこちゃんです。はい、来ました、しんこちゃんでございます。しんこちゃんです。ちょっとリリーションしなきゃいけない。次はこちら、ヨウズギのね、アオリキュー 3.5 号、ケイムラカラーですね、
すっごいワンドを攻めたんですけど、このワンドワンドに向かってこう潮が入ってきてるんで、今ね上げの潮なんですよ。これが7時以降が下げになるので、夕間詰め、まあ、暗くなったかなっていうタイミングで潮がバッて払い出せばあるんじゃないかなと思ってここに絞りました。炭もすごかったでしょ。しかもね遠いのよ、ここまで来るのに1時間ぐらいかかるんで、ここで粘っていきたいと思います。はい、オレンジボイルやってみます。行ってきます。めちゃめちゃ払い出してる。今潮がね変わってますね。夕まずめ満潮潮止まり前になんとかいっぱい500ぐらいの釣りたいです。潮はね今止まってますね。次の動き出しのタイミングで入ってくるのかもしれない。それがもう入ってきて今潮止まってるから食わない。考えられるとしたらもうそのぐらいしか考えられんな。パンチじゃない今の。どうなの。だけちゃうんかい。はい、来ました。いましたね、いました。おったね。まあまあいいよ、まあまあいいよ。行っちゃった、ごめんなさい。はいはいはい、はい、来ました。皆さん、うやりそうだけど、やりやした。まあいい、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 まあいい。ちょっとリリースを先にね。ありがたきなんだけど皆さん、はい、夜釣りの 3Dモンスターマスターの3号ですね。いやいいっすね 3D、 マジ今季マジでいい 3D。 サイズがねもうちょっとね、多分あの群れの中にいたんじゃない。500、600、800、1kg いたんだと思いますよ。いたんじ、いたんじ。はい、ポイントをね移動してきました。見てこの炭の具合でわかるやろもうね。皆さんね、これ見て投げない人いないでしょ。レジンガーなら見てこれ、でんずっとほらほら。でもさっきの方がすごかったね、炭跡っていうかね、めちゃめちゃ遠いのよ。今日はねこのらへん、ここらへんのエリアをちょっと探って早めにね納棺したいと思います。明日もまたあるんでね。のラインか。オッケーオッケーオッケー。切った、いた。あ、焼きましたね。焼きましたよ。なんかパキッと。なんで？ちょっと待って。なんかパキ言うと俺とらんね。はいはい、来ましたよ皆さん。うわ、カンナかかってないパターン。大好きなんだって。速やかにリリースしたいと思います。ここら辺も炭跡が。あります。さあもうサイズはいいですよ。今日はね初めてのポイントで釣果が出たんでもう満足です今日はね。であと1時間ぐらいして納棺しましょう。ちょうど干潮の潮止まりかな今ね。だいたらねこれありがたき。ステイできた、ボトムステイで。そんな大きくはないけどね。まあまあいたよね。いた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 、ありがたき。あ、サイズアップしたよ。ありがたき、ありがたき。ほ
これ400あるんじゃない。はい、400。やった、ありがたき。今夜中の2時っすね。いや今日ね、本来はね、欄干をねして、自分の悪い気をねポイントに洗い流してもらおうみたいなノリでオープニング撮りましたけど、あの隅跡見たろ、あれユーマ詰め打ちたくなるやん。初めて行くポイントで聖地を見つけたっていうことで、 Google マップを見ながらポイントを探してたんですけど、いやーすごかったっすね、隅跡。あの聖地って言っていいでしょ。明日朝からまた釣り行くんで、今日はここまでとします。はい、はい、皆さんおはようございます。今日はですね、離島の沖磯の方にやってまいりました。いや初めての遊び方ですね。離島だけでも暑いのに、さらに沖磯ってどうなのということで、今回もエギング長江、そしてでかいカを狙っていきたいと思います。レッツゴー。ちょっとね、でかいの狙ってるんでね、あんまり早いダートはさせないようにします。どうしてもね、早いダートは新子が寄ってきちゃうんで。当たったね。当たったけどすぐ離したよ。当たったな。イカやったな今のは。ディシッって当たったよ。水道、これ水道なのかな、ワンド。そこ気になるけどね。気になるっちゃ気になる。はい、来ました。でかいね、皆さんこれでかい、いいサイズよ、でかい。はあ、よいしょ、テンション張ったまま。これでかいよ、いいサイズよ。こんな感じ。でかくない？普通に。元気。元気。いや、しっかりね、いいとこかかってるから大丈夫。割れはしない。ただ立てると良くないよね、イカをね。あ、いいか。おっと、小市、やばい。あ、やばい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 。これいったろ。よしよしよし。はい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 、戻った。はい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 戻った。皆さん、来ました。でかいかちゃん。来ましたよ。ひえ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 。ちょっと測ってみましょうね。ジェロジェロジェロ。どう？よし、いいでしょこれ。700オーバーいいでしょ。いやありがたき、ありがたき。はい、エギはこちら、ヨウズニのね、アオリキュー。はい、 3.5 号ですね。赤下地、まだローライトなんでね、このシルエット系のエギで攻めてみました。やだよー、何水出てきちゃう。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、2日にわたってエギング長江をお送りしてまいりましたが、朝一来ましたよ。秋の両方、キロあるかなと思ったもん、引きが。楽しかったっすね。もう朝一満足しちゃったんで、磯場でお昼寝タイムということで。ってことで、今回の動画は以上となります。面白かったよ、参考になったよっていう方はね、ぜひね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとう。じゃあ、間違えた。ありがとうを言うなら、ありがとうをちゃんと伝えないと。ありがとう。